これ日本もっともっと学歴社会になるぞっていう話でしたね。能力が学歴通りになることの方がやっぱ圧倒的に多い。高学歴の人たちが在宅でも仕事をこなして忙しい。今まで自分たちがその採用にやってきた基準っていうのはやっぱり合ってたんだと思ってます。Hello で始まりました、もちっちチャンネルです。今回はですね、超学歴社会がやってくるんじゃないかという話ですね。まあ、超有名企業のですね、人事関係のね、人からの話、まあ、人事のトップですね、の人からの話をちょっとしようかなと思ってですね。いや、この自粛期間終わって、これ日本もっともっと学歴社会になるぞっていう話でしたね。いや、まあ面白かった。理由がいくつかあったんですけど、なるほどと思ってびっくりした。確かにこれは来ちゃうなと思った。本当の学歴社会。まあ今言われるじゃないですか。学歴じゃないよ人っていうのはって来てたんですが、そういうところもあるとは思いますよ、当然。ただやっぱこの大企業の話を聞くと、なるほどっていうふうに納得した。まず一つ目がですね、これは自分自身が予備校に通ってた時も言われてたことなんですが、まあ、やっぱ能力が学歴通りになることの方がやっぱ圧倒的に多いって言ってましたね。その働いてってすごく仕事ができるって、まあ査定もするらしいんですけど、その査定をした時に見事に使える人使えない人のこうランクがですね、学歴と一致することが多い。もちろん例外はありますよ。例外はあるんですけど、やっぱりほぼほぼ学歴と変わらんって言ってました。そう、やっぱりいい大学に入ってる人って何かしらの理由があるんだって言ってました。もちろんやっぱ地頭が良くて天才肌っていうのはやっぱりできるわけですよ。仕事ができるわけですね、元からね。そうでなくても地頭が良くない天才肌じゃない人でも努力でね、入る人っているわけじゃないですか、いい大学に。そう、ってことは努力できる才能があったりすると。で、もしくは勉強するときに集中力があるとか、テストのときに集中力を出して、そこでガッと力を出せる。で、入試を勝ち抜いてるってことは、何かしらそういうものがあることが多いと言ってたんですね。その入試を勝ち抜いた結果は、何が原因かはわからないですけど、まあ、小中高とね、いいところ行ってて、その良い教育受けてたから、この大学にスッと入れた人とか、まあ、いろんな過程はあるじゃないですか、当然大学に入るまでの過程は。違うけれども、何かしらの理由、どこかでその努力だったりとか才能だったりとかっていうものを発揮していい大学に入って受験戦争を勝ち抜いてきた人たちだから、やっぱりできるっていうのには理由があるんだって言ってました。で、それは東大を取るって言ってた。で、そのできるできないっていうものがこの自粛期間でより一層はっきりと出てきた。たんですよ。どういった感じでそれが出てきたのかっていうと、自粛期間ってですね、在宅勤務なわけじゃないですか。その在宅勤務をやるときに仕事ができる人できない人ってはっきり分かれる。その場にいてフォローする人もいなかったりとかあって、家で一人でいろんな誘惑があったりとか、他の世話しなきゃいけない子供がいたりとか、そういう中できちんと仕事をやりこなせる人っていうのの指標でも、やっぱり高学歴の方が仕事ができるって言ってました。で、さらにそういう仕事ができるできないが分かるとどうなるか分かりますか？その高学歴の人たちに仕事が回されるんですよ。そうすると仕事が回ってこない人はめちゃくちゃ暇だって言ってましたね。で、会社員でサラリーマンだから給料だけは入ってくる。でも仕事は回されない。そう。で、だからめちゃくちゃ暇してるんですよ。ただただ給料泥棒になるんですよ。ただただ給料だけもらってて、特にすることない。まあ、投信で働いてた頃の僕みたいな感じですね。そういうことが起こるとどうなるかわかりますね。そう。首切られるんですよ、この人たちは。で、もう今完全なる不況だって言ってたんで、そんなすぐにスパーンと首を切るとかっていうのは絶対できない。って言ってたんで、だからここの、まあ、1年とか年度末とかまでは普通に働いてるけど、この人たちはもう仕事回されないから、仕事も何もしないから、もう当然リストラの対象なんだって言ってました。で、そういう査定をすると、仕事が回ってて在宅でも忙しく働いてる人と、仕事がなくてただただ給料泥棒になってる人たちを見た時に、学歴でバッチリそれが出るって言ってましたね。はっきりと高学歴の人たちは在宅でも仕事をこなして忙しい、低学歴の人たちは仕事がなくて暇をしてるっていう状況が、まだ企業名とか言えないですけど、はっきりと出てるっていうことでしたね。で、そういう風になったら分かりますよね。あ、やっぱり高学歴の人の方が会社には
貢献してくれるし残っていくんだってなるわけです。でやっぱり学歴が高くない人の方が雇うと損をする可能性があるっていうふうになるわけですね。で不況に入ってるわけですよ。雇える人数が限られちゃうわけですよね。そしたら履歴書送られてきて、あなたが人事だった場合にこの不況の中でもきちんと仕事を回してくれた人たちが、その人たちが出ていた大学出身者と、で不況の中全然仕事できなくて仕事を回すことができずに暇になってリストレにされた人たちが行ってた大学、そこ出身の人たち、どちらを雇いますかって言われたら分かりますね。そうなんです、やっぱりこっちを雇いたいんですよ人事側は。で次に就活です。で就活の面接っていうのは、まあ当然普通は会社に行ってこう面と向かってやるわけじゃないですか。それがだんだんとですね難しくなってくるわけじゃないですか、直接会うのが。だからまあオンラインの面接でやったりとかっていうふうにはなると思うんですが、本人に会えないから書類っていうのがより重視されるようになるって言ってましたね。でも最初の、まあ、書類というかオンラインで出すこともあると思いますが、最初の申し込みの時のデータ、まあ、履歴書だったりっていう方がかなり重要度を増すことになるって言ってました。で今でも学歴をめちゃくちゃ重視してると言ってました。今でも重視してるけどそれ以上にこれから重視するようになるって言ってました。もう第一の書類審査の時点でもう、はい、いい大学、ああこの大学っていう振り分けをより一層することになるって言ってましたね。本当の能力を知ることっていうのがかなり難しくなるから、やっぱ学歴っていう指標に頼るのが増えるって言ってました。だからまあ皆さん、わかんないです、高校生とか見てるかもしれませんが、当然この状況っていうのは皆さんが作ったわけではないのに学歴がもっと重視される時代になるという話でした。いやこれはそうかと思いましたね。ただでさえ履歴書でその学歴は重視してきてた、でそれは昔から言われることじゃないですか。自分の時も言われてたし、そうやって学歴が証明になる。でその前の人たちはもっと言われてたわけですよ。もっと学歴重視、学歴重視の時代だったわけじゃないですか。それがだん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 学歴じゃないよ、ね、他のところも見ていきましょうみたいな感じになってった、ね、そんな中でこの不況になって雇えなくなっちゃう段階で学歴がもっと重視されると、ね、集団面接でこうアピールしたいとかってねあると思うんですけど、そういう機会もないし、でそういったいろんな面接で今ただただ話すだけじゃないじゃないですか。いろんなことやったりするんですけど、そういうことができない中、やっぱりもう指標は学歴になるし、そもそも不況で雇える枠がないと。そしたら当然履歴書が重要になってくる。でその履歴書の一番もやっぱ学歴じゃないですか。でさらには今言ったようにこの不況の自粛期間になって在宅勤務になってはっきり分かったと、ね、今まで自分たちがその採用にやってきた基準っていうのはやっぱり合ってたんだってなったそうですね。やっぱり高学歴の人を優先的に雇ってきていたのは正解だったっていう結論になったそうです。でもちろん全ての企業じゃないですよ。全ての企業がそんなね、学歴重視ですというわけではありません。当然まあ、適材適所ってありますから、そういった形でやればいいとは思います。そう、だから学歴でもう負けちゃったから、ね、もう大学受験でダメだったからもうダメだとかっていうふうになる必要は全然ないと思いますよ。それチャンスはあると思います。でもね、僕の教え子でも、エフラン大学だったけど、東京で900点以上取って、もう今ではすごいバリバリに外資系で働いてる人もいるわけで、そういう逆転劇だって全然あり得るわけです。ただ持っといて損は何もないって言ってましたね。その高学歴を持ってない状況での損することはたくさんあるけど、高学歴を持っておいて何も損はないでしょ。だから勉強しようと思うのはいいことだって言ってましたよ。損ないじゃないですか何も。だ自分自身もそうです。損はほとんどないですね。学歴中とかって言われる人に恨まれるぐらい得したことはいっぱいありますね。この YouTube というね特殊な環境だから、高学歴の人がいっぱいいるし、ツイッターとかでもブワーっていっぱいいるから気づいてないですけど、そういう人たちってもう本当に極少数なわけですね。3K とかって言うじゃないですか。高学歴、高身長、高収入ですか。本当に少ないわけですよ、ね。持っといて損はないですから、どうせやるんだったら高いところを目指さないですか。せっかくなら、ね、せっかく勉強するんだし、せっかくやるんだから、もちろん勉強っていうのは大変だし、辛いし、そういうのはあるんですけど、今は絶対やっておいた方がいいっていうのは話を聞いてすごく痛感しました。だからぜひね、皆様には頑張ってほしいです。もちろん全てじゃないでしょ。学歴は全てではないですけど、持っておいて損はない。有利になることは多い。これから有利になることが多い。
多くなってくるだろうという、その大企業の方の話でした。大企業を目指したいとかっていう人はそうですね、持ってて損はないです。だ高校生の時から勉強しといて損はないですからね。まあ入試は大変かもしれないですけど、まあ、特にね2020年度は非常に大変かもしれないですけど、ぜひね頑張ってほしいと思いますね。はい、今回は超高学歴社会がやってくるのではということについてお話ししました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.